はい、どうも皆さん、こんにちは。しずきんです。まあね、昨日、原宿行って、まあその動画をね、まあ撮ろうと思ったんですよ。で、まあ撮ったんですけど、編集してる時に間違えてその動画と、その元動画を iCloud から消してしまって、もう元の子もなくなってしまったね。まあ、とてもね、まあ悲しい気持ちではあるんですけど、まあちょっと、原宿行った感想についてね、ちょっと話していきたいかなと思います。ガチで誰得なんだっていう感じの動画ですね。まあまずね、ニューデイズのラブライブコラボがあったので、まあまずそれ見てきたんですけど、アクスタ2300円とか、なんかアクリルキーホルダーみたいなのが770円で、いやこれ高すぎだろって思いながらね、まあ竹下通りにね、向かったんですよ。で、竹下通りに行くと、なんか渋谷カノンのペットのなんだっけ、まんまるだっけ。そう。あのクソペットがね、いたんだよ。まあ人いっぱい通ってたし、まあ恥ずかしかったね、声出すの。もう陰キャバレバレっていう。で、まあ、竹下通りのクレープを食べたんですよ。ラブライブのなんかコラボ。リエラとコラボしたやつみたいな。それ980円だったんですよ。まあ、高いかなとは思ったんですけど、他のクレープね、1000円とかしてたし、まあ、だったらまあ、記念だししょうがないなって思って食べたんですよ。まあ、クリームが多かったとか、まあ、甘かったなっていうのはありましたね。はい。で、まあ、その後すぐね、まあ、竹下通りを回ろうと思ったんですよ。そしたらなんか、いきなり、外国人の店員さんに話しかけられて、びっくりしました。奇跡的にね、まあその映像だけあるんで、どうぞ。いや、本当にね、これ話しかけられた瞬間、ビビったよ、マジで。マジでビビった。歌舞伎町でなんか話しかけられるぐらい恐怖を感じました、ね。今から殺されるのかって。まあ、これやられた瞬間ね、もう二度と一人で原宿行かないなって思いましたね。で、まあ、それなんやかんやって、そういえばゲーマーズ行ってないな、原宿のって思って。まあ、せっかくだから、まあ、原宿ゲーマーズ行ったんですけど、迷子になりまして、Google マップ見ても全然わかんなかったんですけど、人とかに、ね、教えてもらって、なんか、近くにね、なんか変なラブライがいたんで、まあ、だからそいつらに聞いて、まあ、教えてもらいましたね。で、キッチンカーも行ったんですけど、何も買いませんでした。まあ、あとはそうですね、店内ですね。結構、ヒエラっぽくてね、しかもタンクウクもいたんで、まあ、かなりすごかったなと思いますね。まあ、お台場のゲーマーズの方がね、まあ、広いし、まあ、品揃えもいいので。そうですね、原宿のゲーマーズ、いっちゃいいけど、クソ狭いんで。まあ、俺好みではなかったかなっていう感じですかね。で、まあ、見終わったんで、まあ、そろそろ帰ろうかなってなったんですよ。で、山手線から帰って、その瞬間ね、池袋で乗り換えしようとしたんですよ。てか乗り換えたんですよ。で、その時に気持ち悪いなってなって、ゲロったんですよ、クレープまさかの。まあ、確かにその前から胃が痛いなっていうのもあって、なんか、胃薬とか飲んで、まあ、大丈夫かなって思ってたんですよ。ですがね、限界来て池袋駅のトイレでゲロゲロ、うぅって吐いたんですよ。マジでびっくりしたね。まあ原因はね、甘いものあんま好きじゃないからさ、クレープをね、まあ食べたっていうのもあると思いますね。で、その後すぐ歩いたっていうのもあるから、それが原因かなって思いますね。まあとりあえずまあ、それでまあ家帰りましたと。いやーね、本当に原宿、怖いね、本当に。まあ大体自分のせいであるんですけど、まあ一番吐いたのがね、ちょっとやばかったかな。はい。まあ、原宿、まあ、この前友達と行ったんですけど、その時もね、なんか世界一長いポテトみたいなの食べて、それ、胃もたれして、その時はゲロなかったんですけど、気持ち悪いってなって、もうすぐ帰ったって。原宿ではね、もう本当に苦い思い出しかないっていうね。そんなこんなでね、まあ、原宿、まあ、ラブライブに装飾されてたりしたんで、まあ、多少は楽しめましたかね。まあ、本当に、次回は友達とかね、連れて行こうかな。あ、友達いなかった。ということでね、まあ今回の動画は、まあ原宿、映像ないんですけど、原宿のね、感想について話していきました。もしね、この動画がクソだと思ったら、低評価、アンチコメント、ぜひぜひよろしくお願いします。それではね、まあまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。